今日はエス公演でした。みんな応援してくれた皆様、足を運んでくれた皆様、見てくれた皆様、ありがとう。公演終わりに大好きって打ちたかったのに大寿司って言ってて、恥ずかしすぎてちょっと一旦追消ししてんけど、想像以上になんか大寿司が好評すぎて流行らしてこう大寿司。いや、お腹減ってたのもある。いや、普段から大寿司って売ってないの、初めてやらかしたの。だからこれからみんなで大寿司流行らしてこう。ほんと大好評、嬉しい。大寿司だね、みんなお疲れ様、ありがとう。お疲れ様って、今日は劇場公演で久しぶりに通常、まあでも2回しかなかったんですけど、何、るっちゃんからメールで大寿司って送られてきた。何それ。なんかあゆかからも連絡来て、めちゃくちゃ笑ったんですけどって LINE が来た。恥ずかしすぎる。じゃあ明日の朝も聞こう、みんなに大寿司って。なんか逆に追消しせず置いとけばよかったってくらい好評で嬉しい。みんなで流行らせていきましょう。ねえ、今日はちょっと本番前にね、メンバーの出演がいろいろと、ね、研究生の子たちが覚えてくれたりで支え合ってくれ、無事に。やっぱり劇場公演、もちろんなんか48グループの強みでもあると、やるっていう選択肢よりはこうやって手を挙げてくれて出てくれたっていうのがすごい嬉しくて、やり遂げられたのが本当に助けられたし、その助けられたメンバーをまた支えてる S メンのみんなにも感動したし、なんか普段の公演もそうやけど、普段の公演以上にみんなの愛を感じた公演でした。本当にすごいよね。もうなんかすごい、スクランブルをすごいの一言にまとめたくないねんけど、もうそのすごい以上のさ、言葉も難しいけど、でもやっぱりその姿を一番見てくれてるのはみんななので、安心安全みんななので、本当にみんなに感謝で。何もしてないよ、違う、何もしないし、すごい本番前もバタバタで、いろいろポジションでね、舞台監督さんもそうだし、マネージャーさんもメンバーもいろいろ、なんだろう、みんなで補った部分もあったので、それをやり遂げたみんながすごいし、なんとか今日も無事に S 公演をやり遂げられて嬉しい。いやー、キャッピーに関してはさ、初アンダーだしね、 S 公演は。だから本人も言ってたけど、やっぱりその丸々ね、全部出れなかったのはすごい悔しいと思うけど、こうやって一部出演であそこまで覚えられたのもすごいし、すごいよね、本当に。ね、いいチームだし、いいグループだよね、本当に。そう、偉すぎる。チームS大寿司。ね、もう、なんならその直後に正規メンバーの子とかもいて、え、出ます S っていう。ショールームの新しい子
大寿司イコール大好きにしよう。好き。ね、今日は髪型言ったつもりやねんけど2つになってて、あれ？ってなったんですけど、でも今日はツインテールじゃなくてポニーテールでした。今日に関してはみんなが作戦成功。そして今日の T シャツは何歳の時計？会いたい、ランさん。ということで久しぶりのポニーテールでした。ブンブン揺らしたよ、ポニーテール。ポニーテール楽しかった。 MC も含め赤い髪色可愛いねと今更言ってみる。えらい。女の子はいつ何時も可愛いって言われたら嬉しい生き物です。松本チーム S めっちゃ好きって今日劇場入って思って嬉しい。嬉しい顔これ、ありがとうね。後半 MC ひどすぎだったけどひどすぎたけど、一番好きなプリンセスはシンデレラで、なんかラプンツェルも好きやってんけど、ラプンツェルをあの短時間でちょっと表現するの難しいなと思って、そしたらシンデレラがまさかのゆうちゃんの即興演技入って、だったら白雪姫で勝負しようと思って行って、そっからさ、え、プリンセスなんだっけっていろいろ頭を回してた。ちょっとプリンセスを復習します。そうでね、ひなのの特技を公開してしまった、あのキノピオのモノマネ。嬉しい、笑いすぎていっぱい笑ってくれて嬉しい。そう、ちかりんご食べてたの、あんって。そう、誰かさキスしてくれるかなと思ったのにさ、誰もしてくれんかったっていうね。キスコールすごかったのにね。もう自由でそんな MC です。7人の小人いた今日。 1,2,3,4,5,6,7 人、小人しかいなかったんだ。王子様がいなかったんだね。そういうことか。だったら許そう。白雪姫になったんですけど、今はシンデレラが好きなんです。だって水色が好きだから嬉しい。親友と大爆笑だったって。そう、アンズがなんか妖精さんになってて可愛かった。見て、アーカイブ絶対見て感想送ってくださいそんな自由な公演でした。なんか今日朝早くから動いてたけど、みんなに会ったらキラキラ笑いすぎていっぱい元気もらって、すごい元気になった。あ、王子様は客席にいるみんなですって言ったら100点満点ですか。頭が働きませんでしたね。あ、チーム S がトレンド入りしました。ほんまに？なんかさ、地域だよね。それちょっと見よう。あ、キレートレモン飲まなきゃ、忘れてた今日。ジーヤが分からんくてミオが言ってた。指名されたのが自分のファンの人でダメーってなってたあ、ジージ執事、ジージ執事か、それなのかな。なんかね、分からんかった。そこが
でもさすがに G やって何って聞けんくて、なるほどね、目、なるほどね。まあさ、執事ってさ今の時代と立ち見席まで今日バッチリ見えたよ、みんなのこと。ファンの人も思ったけど、チーム S みたいで自由で、まあ日によってね雰囲気また全然違うからそれも面白いねんけど、今日のファンの人たちも自由でいっぱい笑ってくれる人たちだったからなんだって思って、メンバーも自由だったしファンの人も自由だったからの今日だけの雰囲気、あの公演の感じだったのかなって思った。バッチリ見えてましたよね、後ろの席まで見えたよいい意味でカオス。本当にまとめが必要なんだ。ラストの S 公演で、東京公演S の子も東京から続いて出る子もいるの。大事な時に出れないってのは。99回目だって。え、めっちゃいいじゃん。9月の公演で500回目だよ。嬉しい。9月3日投げてるって見に来たさ、自分より後輩の子が500回以上出てる子いるからね。頑張ろっと。でももうすぐ誕生日が近づいてるからあなたたち熱。なんか今日さ、自己紹介 MC もうろれつやばい。自己紹介 MC でさ、 S が言えんくて、チーム S 大好きですかって、会いたかったですかって強かったのに、チーム S が SSS みたいなろれつ回ってました。私謎に安定に、なんで酔ってます。もういつも酔ってるテンションだよね。 SSSSえみたいな、止まらんくて S がなんかたまにね、電池切れ暴走しだす時があるのね。えもう鉄板って諦めんといて、心配されちゃうね。何なんだろうね。でも舞台とかになったら噛まないよ、めったに。綺麗とか足りないのかしらねえ、愛が深すぎるねってことですね。てな感じでちょっと今日は短めの配信だったんですけど、またいいねチャレンジは明日以降にしまする。皆様見に来てくれてありがとうございました。これからも大寿司でいてください。いいね、この高さの若いね、ツインではそろそろ終わります。おやすみ。また明日は水曜日です。いい一日になりますように。